はい、SA 時代の事業開発、まあ、そういう意味で本物の 5G がやってきた時の事業開発と事業機会がどこにあるのかという話なんですが、先ほどお見せしましたスライドで、例えばモバイルエッジコンピューティング、例えばインフラの給用化、あるいはローカル 5G、プライベート 5G も含めてですね、こういったものがあるというお話をしました。 でえー、と例えば MEC モバイルエッジコンピューティングというのは、えー、基地局あるいはその近くのところにコンピューターをいっぱいつけて、うん、えまあその中でも処理しちゃえばいいじゃないかという、うん、まあ究極の,あのスピードアップみたいな話なんですね。つまりネットワークをぐるぐる回ってあの江崎先生と私今1メートルぐらいですけれども、うん、この距離であの端末でやり取りしたいのに。 なんで、えー、もう場合によってはカリフォルニアまで行って帰ってきたりするわけじゃないですかちょっと待ってくれよとここでいいじゃないかとで、うん、端末端末っていうところまではいかないんですけど基地局はやっぱり通るんですが先ほど申し上げた通りちっちゃいマイクロの基地局が例えば天井についていたりすると「えー、江崎先生天井黒坂」っていう感じで処理してくれればそれでいいんじゃないの、うん、<と>なるほどそう天,天井にあるアクセスポイントにインテリジェンスが来るので。うん、はい というもともとアホだったんですあいつらはただただ運んでただけのものはいここに知恵ができる脳みそができるということですというわけで「すねインテリジェンス・オブ・シングスというのはそういう意味だとこれをモバイル・エッジ・コンピューティングだというんだということですねはいこの「インテリジェンス」という言葉がおそらくこのあと今日のお話の最後の方まで多分ずっと出てくると思います でえっと、もう一つあのニュートラルホススティングとといいいううビジネスの形態が今出てきてきますすご紹介で,すでこれは先ほどの,あのディプロイメントシナリオの真ん中のところなんですがとにかくばらまかなきゃいけないという時に、えー、例えば今4キャリア日本にはいるわけですけれどそれがバラバラで自分の都合だけで基地局ばらまいていたら本当に日本社会にとって有効なつまりカバレッジがされていくような投資が実現するんですかと 我々は別に正直言うとどのキャリア使ったってスペックが一定だったらいいじゃないかというところがあるわけですね、まして同じような周波数帯、同じ規格を使うわけですからだったらそれ揃えてくれてもうまんべんなくってもらった方がいいんじゃないのとつまり、えー、例えば AU とソフトバンクが基地局を共通化して共用してシェアすればいいんじゃないのとシェアリングエコロミーですねはい、おっしゃる通りですで、これ今ヨーロッパで進んでいて日本でもいろいろな方々が取り組みを始めていますと で、あとローカルファイブジー、先ほど申し上げたようなシです、スイ<あ>ーツ、プライベートファイブジー。はい、<laughs> 失礼いたしました。という、まあ、これも,もう、あの、あちこちでご説明いただいたいので、割愛させていただきますが、まあ、こういう展開もありますねと。 でえー、とこういったディプロイメントシナリオがあるわけですけども、えー、これがどういうふうに我々の生活に入っていくのか一、うん、つは、えー、と家の中で使おうという 5G ですね、はい、これ 5G っていうとモバイルの話なんだからあちこち動き回る話なんでしょうというふうですけど、うん、先ほど来申し上げている通り電波が飛ばないでただ飛ばない周波数帯の方がブロードバンドが楽しめたり本当のリアルスペックが楽しめると。うんうん、だとしたら 人間であるとかあるいは人間じゃないものも含めて、えー、家の中であるとかオフィスビルの中であるとかそういったところで比較的静かに暮ら生活している佇たずんでいる状態のネットワークに使えるんじゃないのというところがあるわけです。これ IoT の話の一つの重要なポイントだところがあまして従来のモバイルろがあるわまでのモバイルネットワークは動き回る人間のことこを想定しわぎてた ですね、人が動き回るそれをひたすら追いかけていかなきゃいけないこれは結構難しい技術で制限もあるわけです、うん、なので、えっと、スペックがなかなか上にいかなかったと、うん、2 8ギガ型は非常に使いにくい周波数帯でばらまかなきゃいけないとなんですが例えば今ここスタジオにいますけれども ばらまいて天井の基地局と私の間って2メートルぐらいしか離れてないわけですねここにずっと私が佇んでいれば非常に安定した通信が可能になります、うん、で、私以上にここに置かれているもの例えば PC とかもそうですしセンサーもそうですしポンとこれがネットワーキングされたらここはもう非常に安定通信もうバーチャルファイバーみたいな感じですよねと、うん、いう状態になるわけです 5G の特に28ギガとか高い周波数の本当の本番ってそこじゃないのっていうことが まずこのシナリオとして出て出きますで、まあ、こういったものが逆にスピルオーバー外側に出ていくことでそう歩き回っている人であるとか車にも電波が届いていくんじゃないかとつまり従来とちょっと逆,側逆のシナリオが展開していく可能性があるわけです、うん、実際 NTT ドコモさんはガラスアンテナというのを使って基地局家建物の中家の中の基地局を外向けに使わせてあげようと。 でそのために先ほど遮光カーテンの話をしましたけど窓ガラスだって十分遮っちゃうわけですね、はい、で窓ガラスを遮らないでこう電波を通していくためのガラスを朝日ガラスさんと一緒に作り始めていますこういう展開になっていくんじゃないかなつまり環境がインテリジェンスにどんどんなっていくということですね、はい、こいいいいつら動かないかななんんだよねね多分ねそうなんです